リチャード・バーンズラリー完全無料最強ラリーシムで最強練習法スウェーデンドリルをやってみた結果、やっていくでこんちゃ、ポン吉です。今回なんですけれども、呂布のリラリークラブで日曜日から始まって日曜日に終わるリチャード・バーンズラリーのタイムアタックイベントに参加してみたので、動画にしていきたいと思います。参加方法は下の概要欄から Discord に入っていただいて、呂布のリラリークラブの Discord、下の方にね、リチャード・バーンズラリーというコーナーがあるので、そちらをご覧いただければいいかなと思います。今回のゲームはリチャード・バーンズラリーなんですけれども、この動画シリーズだけではなくて、これまでの動画もラリーゲームであれば全く同じような内容なので、目当てのゲームと少し違っててもご覧いただければいいかなと思います。見るだけで初心者プレイヤーの皆さんと一緒に楽しみながら上手くなっていけるような動画シリーズにできたらなと思ってます。いいと思ったらぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは走っていきたいと思います。ロケーションはスウェーデン、コースはアウトヨバーラ、コンディションは晴れ、スノー、車両は R5 とラリー2の中からスコダファビア R5 エボを選びました。めちゃめちゃ乗りやすいやつ。リアの強度が少しセンシティブな感じがあるので、オーバーステイでね、神経質な動きをするので、フロントのバネを固くして減速でダイブさせないように、フロントをダイブさせないように少しだけバネをいじってます。このゲームは WRC ジェネレーションズと一緒で、バネを固くすると車高が上がっちゃうんですね。車高が上がる、実車でもそう同じなんですけど、なのでバネを固くした分だけ車高を下げてやらないといけない。本来ならね、計算してどれぐらい車高を下げたらいいのかっていうのをね、出せばいいのかなと思うんですけど、見た目で適当に合わせてます見た目で適当に合わせてる。さて今回なんですけど、スウェーデンということで、スウェーデンといえばスウェーデンドリル我々呂布のリラリークラブの先生ですね。今現在も全日本の有力チームに帯同してらっしゃる石崎先生ですね。ダートラリー 2.0 の時に石崎先生に教えていただいたスウェーデンドリル。スウェーデンドリルというのは何かと申しますと、この雪のちょうどいい滑り加減のところでドリフトをしながらクリッピング区間にぐーっと合わせていく。ポイントはアクセルを踏みながらステアリングで合わせていく。そしてクリッピング区間でアンダーが出そうになったらフットブレーキですね。左足ブレーキングでアクセルは踏んだままですよ。アクセルを踏んだままで左足ブレーキングでアンダーが出ないように抑えていく。そのダートラリー 2.0 で散々ね、教えていただいたことをこの最強ラリーシムリチャード・バーンズラリーでもやっていこうと、そういうタイムアタックイベントになってます。ただこのゲームダートラリー 2.0 と違ってかなり難しいです。かなり難しい、どこが難しいかと申しますと、まず切り返しですね。完成ドリフトのところの挙動が結構難しいです。すごく繊細な操作をしないと、思った通りに荷重が移ってくれないあと一旦ドリフト状態に入ってしまったら、そんなにはね、難しくはないんですけど、ドリフト状態に入れるのが結構しっかり荷重を乗せていかないとドリフト状態に入らないですね。そこがちょっと難しい。そしてさらに雪の壁ありますよね。両サイドに雪の壁。この雪の壁の当たり方ダートラリー 2.0 では割と優しくなっててですね、この雪の壁にぶつかってもやんわりと戻してくれるんですね。いや、これダートラリー 2.0 がリリースされたばっかりの頃は厳しかったらしいんですけど、何回もアップデート入ってもう今優しくなってるんですね。なので雪の壁を恐れずにぶつかってもいいので、思い切って攻めていくことできたんですけど、このゲームリチャード・バーンズラリーではそこはね、壁に当たるか当たらないかのギリギリを狙っていかないといけない。当たり前なんですけどそれをしていかないといけない。ただどれもこれも、例えばダートラリー 2.0 でもやったらむちゃくちゃ速い要素、できたらめちゃくちゃ速い要素なんですよね。なのでこの難しめの最強ラリーシムリチャード・バーンズラリーでスウェーデンドリルをやると、むちゃくちゃラリーゲーム上手くなるんちゃうかなっていう気がします。いや、気がするだけですよ気がするだけでめちゃめちゃラリーゲーム上手くなるって言ってないですよただ、ブレーキのとことか荷重を乗せていく感じ、これがね、本物の車に乗ってる感じがちょっとあるなっていう気がするんですね、このリチャード・バーンズラリーは。なのでゲームの中だけじゃなくてね、実際の運転もちょっと上手くなるんちゃうかなっていう、そんな気もしますね。で、例えばダートラリーなんかでも WRC ジェネレーションズなんかでもいろんな技使わなくても曲がれるんですよやっぱりいろんな技使った方が速いんですね。いろんな技を使った方が速い速度で曲がれる。なのでこのリチャード・バーンズラリーで修行をすると、実車を使った競技とか他のラリーゲームで活かせるような気がしますね気がするだけですけどはい、3分48ですよ。33にギリギリ100位圏内入りました。ギリギリ100位圏内入りました。全体の 13% ぐらいですね。そんなむちゃくちゃ早いってことはないですけど、まあまあいい位置に行けたんじゃないかなと思いますね。こっから詰めていくのはまあまあ大変ですよ。もうみんな上手すぎんねん、もう。はい、今回、リチャード・バグラリーで、漁夫のリラリークラブのタイムアタックイベント、スウェーデンドリルをやってきたんですけど、車の挙動が理にかなってて、そしてそれに対応する操作も理にかなってて、まあ、難しいんですよ。難しいんですけど、めちゃくちゃ楽しいですね。めちゃくちゃ楽しい。まあ、我々ね、よくできたカーレースゲームをやりたいというだけでしたら、マリオカートを選べば間違いないんですよね。マリオカートを選べば間違いない。なんですけど、マリオカートを選ばずに、ダートラリーとか WRC のゲームを選ぶっていうことは、実際の車を動かしてる感じっていうのを、実際にラリーカーに乗ってるよっていうね、そういう感じを味わいたい。そこにロマンを感じてるんですよね。その実際のラリーカーに乗ってるよっていうロマンをすごく感じられるゲーム、それがリチャード・バーンズラリーなのかなっていう気がします。もちろんダートラリー 2.0 も WRC ジェネレーションズもそこら辺のことがね、すごい感じられるので、すごくいいゲームだと思います。はい、これからも初心者の方が誰でもラリーゲームを私と一緒に楽しみながら上手くなっていけるような動画をアップしていけたらなと思ってます。今回の動画、ええなと思ったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほら、またね。いやー、これ無料で楽しめんのマジでエグいな。これはマジでエグい。やばい。面白いよ、これ。面白いよ、これ。